全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い1頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは外スカーレットキング、まず何が行きますか。2番2歳ヤンキー花を奪いに行きます。2番手1番セレスティアル、7番レックーザ好位をキープ。これを見るように外側10番トーマンが見えます。各馬第1コーナーをカーブしていきます。内押さえて6番ミレニアムマシリカ、4馬身相手14番スカーレットキング、少し差が開いて15番アイラブポップ、少し差が開いて9番悠々大王、12番レオノラブソング、この辺りが中断、5番ロミニスタ、そのうち3番ホウホウスーパー、これからバックストレッチに向かいます。外から11番マム、外から16番悠々シック、続きまして17番フジコちゃん。 1000m の通過タイムは1分0秒0、1馬身相手13番コンサドーレ、これを見るように内側8番コバの赤い糸、少し差が開いて18番モイモ、4番ストーンサイレント後方、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭は依然2歳ヤンキー、後ろに7番レックーザ、1番セレスティアル好位をキープ。各馬大ケヤキの向こうを通過、外を抑えて6番ミレニアムマシリカ、続きまして10番トーマンエーマス、4馬身相手14番スカーレットキング。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、2歳ヤンキーまだ粘っている。2歳ヤンキー抜け出した。残り400を切って2歳ヤンキー、その後からセレスティアル、セレスティアル先頭に立った。セレスティアル粘っている。残り200を切りました。ここで先頭が入れ替わる。トーマンエーマス後続を振り切りにかかる。トーマンエーマスミレニアムマシリカ、トーマンエーマス押し切ってゴールイン。勝ったのはトーマンエーマス。誕生は岩田未来騎手。トーマンエーマスブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着にはレックーザ。